のリッチモンド級方角型艦パルメットステートはサウスカロライナ州の別名である。パルメットステートはサウスカロライナ州チャールストンにおいて1862年1月から建造が始まった。製造はキャメロンカンパニーで連合国海軍大将である D.N. イングラハムが監督した。1862年9月には収益し、 ジョン・ラトリジ・少佐が艦長となった。パルメット・ステートの走行圧は4インチで22インチ圧の木材で裏打ちされていた。操舵室は煙突の後ろにあった。1863年1月31日の夜明け前、パルメット・ステートと姉妹艦 CSS、チコーラは濃い霧の中をチャールストン沖のアメリカ合衆国海軍の封鎖艦隊に対して奇襲をかけた。 低いシルエットを利して、パルメットステートはアセス・マーセディッタの方の下をすり抜け、昇格攻撃をかけるとともに砲撃を行った。マーセディッタは行動不能になり、またその関西砲はすぐ側のパルメットステートを砲撃できる区画を取れなかったため、降伏するしかなかった。続いて、アセス・キーストーンステートに矛先を向け、数発の命中弾を与えた。 キーストーンステートの蒸気機関には穴が開き、動力を失いた艦に栄光してもらって脱出した。その後、南軍装甲艦と北軍艦隊の間に長距離砲線が発生したが、どちらもわずかな損害も出したのみで、パルメットステートとチコーラは安全なチャールストン港に引き上げた。この戦闘により、北軍封鎖艦隊は一時的に近接封鎖を解除し、連合国政府は、 ジャールストンの封鎖は失敗したと宣言した。パルメットステートは1863年4月1から7日に北軍サミュエル・デュッポン提督が実施したジャールストン攻撃の際にジャールストンの防衛に従事しこれを失敗させた。また1863年9月6日から7日に海えの夜に実施したワグナー・トリデグレック・砲台からの撤退においても活躍した。 南軍のチャールストンからの撤退に伴い、1865年2月18日、パルメットステートは、路角を避けるために、自役した。ありがとうございます。